親分は、イエス様,エス様パ,チパチパチパチピー、どん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 どパフパフパフ。毎度おなじみの親分はイエス様でございます。ご家庭内でご不要になりました。悩み、問題、依存症などはございませんかございましたら、聖書と交換いたしております。ということで、月曜日のお昼前のひと時、皆さんいかがお過ごしでしょうかパーソナリティのしんちゃんです。 セガミです。あ、りょうたの方がいい。<laughs> どちでもいいり。りょうちゃんの方がいいですか、ね。はい、りょうちゃんです。はい、りょうちゃんです。よろしくお願いします。ます親分はイエス様とはもともと映画のタイトルです。ヤクザの人生を歩んできた人たちが聖書と出会い、イエス様と出会って。泥沼の人生から希望に満ち溢れた人生へと変えられました。うん、彼らは言いました。わしらの親分はイ。イエス様。 これからはしらイエス様の愛を伝える人になるや,ーやーアメ,ーアメーこれは本当にあった話で彼らは今もイエス・キリストと共に最高の人生を歩んでいます。この番組では彼らの人生を変えた一冊の聖書、そして教会について音楽とユンタクで楽しくお伝えしてまいります。実は私たちも 以前苦しい思いをしながら生きてきましたが聖書,の聖書との出会いイエス様との出会いが私たちの人生を180度変え今は喜びでいっぱいです私たちはこのことを自分の身をもって体験したからこそ今苦しい思いをしている人に希望がある人生やり直せるということをお伝えしたいイエス様という素晴らしい親分を紹介したいそんな思いでお届けする番組です番組では キリスト教って何教会ってどんなところという皆さんからの質問をお待ちしています。メッセージも待ってますよ。メールアドレスは761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM .jp また同時放送 FM ギノワンをお聞きの皆さん797アットマーク FM ギノワ .com797 アットマーク FM ギ .com までお願いします。 また番組ではユーストリームも配信していますユーストリーム音声と映像を配信していますので FM コザのホームページからご覧くださいまたツイッキャストも連動していますのでどんどんツイートしてくださいねそれから聖書も無料で配布していますので聖書欲しい方もメッセージくださいはい、えー、今日の聖書の言葉はマタイの福音書25章34節から 40節ちょっと長いですけどはい行きますそうして王はその右にいる者たちに言いますさあ私の父に祝福された人たち世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさいあなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え私が乾いていた時私に飲ませ 私が旅人であった時私に宿を貸し私が裸の時私に着るものを与え私が病気をした時私を見舞い私が牢にいた時私を訪ねてくれたからですするとその正しい人たちは答えて言います「主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ 乾いておられるのを見て飲ませてあげましたかいつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ裸なのを見て着るものを差し上げましたかまたいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたかすると王は彼らに答えています誠にあなた方に告げます。 あなた方がこれらの私の兄弟たちしかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。あめん。はい長かったですけど、うんはい、あのですねはい、はい、これですね私ってこの王はね、はい、王は神様なんですよ神様。うん、でえっ、ー、とね神様がね、あのー、あなたたちがねこの困ってる人を助けたのは、うん 実はこれ私にしてくれたんだよありがとうと言ってですね<ー>言ってるんですよ、うん、この人間さまあ何回も言ってるけど人間死んだら神様の前に立たされるんだよね、うん、でどんな生き方してきたかをこれあのなんかねあこういうことやったよねみたいなことになるわけですよ、うんうん、でその時に「あなた方は私が空腹であった時に食べさせてくれましたね」って言って、うん、神様に言ってくるんですよな 何何ののここととってなりますすよねでか神様初めて会いましたけどみたいななるでしょだけど「えそう主よいつ私はそんなことしましたか?」って言ったらいやいやいややったでしょってホームレスに100円あげたじゃないですかとか言うわけですよ病気の人に優しい言葉かけたでしょそれは私にしたんだよって言って神様はそういう神様なんですよ。あの マザー・テーサーがね、うん、あの全く同じことを言ってたんですけど、うん、あの、うん、私はその、うん、全て貧しい人のためにしていることは神様のためにしていますって言ってたんですよ、うん、もう全部だから全部神様と思ってイエス様と思ってマザー・テーサは知ってたんですねあの働きをそうでそのマザー・テーサーがね、うん、もし 貧しい人々が飢え死にするとしたらそれは神がその人たちを愛していないからではなくあなたがそして私が与えなかったからですって言ってたんですよ。っていうのもね今人口70億人いるじゃないですか世界で70億人いて餓死していく人いっぱいいるじゃないですかでもね食料をね平等に分け与えたらみんなに食料が。 平等に行き渡るんですよ。そのぐらいあるんだ。食い物はもんはあるんです。でも、ガシする人たちがいる。それは、マザーテレサがもう。言ってる、この通り。ああ、与えなかったから。与えなかった。はい。ああ。のために。なるほどね。自分がもっと金持ちになって。俺が、俺が。もっと貯めて、もっと貯めて。そうそう、そうそう。ああ、貯めるのも良くないね。よくない。ね。ね。あ誰かにあげたりとかした方が気分がいいかもね。そうですね。後、々ね。でも、本当に、その、なんかね。 神様のためにやってんだって思ったらできるよね。あ、そうなんですね。なんかこの人のためにと思ったらさ、うん、なんかやりたくない人もいるじゃないですか。うん、なんかね、<laughs> 意地が悪い人とかね、うん、なんか臭い人とかね、うん、<laughs> そういう人もいるけど、<laughs> これ神様がな私にやってくれたって言ってくれるんだったら、うん、だってやろうかなみたいな。そう、だからだから僕も今日もあの朝。うん 9時後起きたんですけど新や,やさんから電話かかってきてあっやべえそうやと思って、うん、あの電話かけ直して新、うん、やさんに「あラジオ今日どうすんの?」って言われてその時、うん、ちょっともうあのその後仕事あるからしん,しんどいしんどいしもうちょっとやめようかなと思って、うん、今日ちょっとや,やめときますって言って、うん、あの電話切ったんですね、うん、でその後にちょっと考えて、うん、あそうやでも俺神様のためにやってるから、うん、やっぱり頑張ろうと思って。 しヤさんに電話かけ直した。かけ直してきたよね。はい。あ、嬉しかったですよ。うん。あれはもう神様のためっていう思いで動いたわけです。アメ。はい。アメ。誰かがためじゃないです。あ、でもそれにやっていったらね、なんかみんなうまいこといくんじゃないかなと思って。うん。いいよね。そうですね。やっぱ聖書の言葉っていいですよね。はい。ということで曲いきます。曲はトミーウォーカー This is what my God has for me。 親分はイエスーさまーはいこんにちはこんにちははい、えー、今日は、えー、しんちゃん、えー、りょうちゃんでやっていきます、はいえー、それからミクさんよろしくお願いしますはいいお願いします、はいえーえー、えっとねケンちゃんがねどうしたんですか肉をジュージュー焼いてますえ、ね <laughs> はい、です、はい、ケンちゃん来てないんですけどもはい、えー、頑張っていきたいと思います、はい、あれですね、えー、先週 お休みさせていただきまあのでしたおめでたがあってですね、はい、あの私たちの,あの教会の青年がですね結婚しましてこの人もですね<ち>10代の時からあの施設に来て。 生活しててね代からのお父さんお母さんとは離れ離れさ、えー、寂しい寂しいちょっとグレてたんだけどね <laughs>、うん、それでねあのまあ教会で、えー、頑張って、うんえー、いてですねずっと頑張ってきたんだよねでその、えーまあ、某ですねあの、はい、バス会社さんにね就職できてその,<ー>その子はねあの機械車いじりが好きで。 ああいいですね。うんうん、そういう何かを持ってるでずっとやってたんだよね。で、うん、あの教会とかね。npo とかの車をいつもね。直してもらっていたんですけど、うん、でそしたらね。あのその大きな大きな、うん、あの交通会社に就職することができまして。うん、はい。そして教会の女の子と、はい、あの何年つつ付き合ったんだろうね。何年も3年くらい付き合ったのかな？うん、付き合ってそして名作。 ゴールインとということでうそしたらね、うん、あのね、うん、あの結婚式でねあ結婚式の披露宴、はい、披露宴にねお父さんお母さん来ててね、うん、もうずっと離れ離れだったんだけど<ー>そしてもう号泣しちゃってさ彼は。あ もう号泣しちゃって。そうやって、もう全然もう何、何かあの話なんていうんですか、挨拶の時だったんだけど。お父さんお母さんに一言みたいな、<laughs> ああいう時だったんだけど、もう。<laughs> <laughs> ってかって、全然喋れないわけですよ。<laughs> <laughs> そうしたらね、もう会社の同僚がね、頑張れ、頑張れって言ってさ。<laughs> <な> <laughs> あ,あ、いいなと思って、俺あれ聞いて、余計うるうる来ちゃって。<laughs> い結婚式だったわ泣きました泣きましたよもうほんとう嬉しかった次は亮太が次は僕の番ですね番ですね頑張りましょうねお願いします多分見てる人がね僕の婚約者になるかもしれないし分かんないですねどこにいるかはいどこにいるかねでも俺も結婚する前はねあの女の人に ね会うたび会うたびね神様この人ですかですかって僕の今の状態ねでもそうやってずっと神様に祈り続けてたら与えられましたからああそうなんですねルート君も祈り続け神様この人がいいですと出会った出会った人僕僕この一択の一つそうでうちの教会さあの男男が多いんだよねあのうちの那覇のねあのベタニアたちはあのやろどもが多く てですねたまにねあの教会に女の人がね入ってきたねみんなねみんな人でさんこの人ですかみんなが祈るから神様さんも大変だろうなと思うけどまあそんなこともありますけどはいそして私あの先週ですね月曜日はラジオお休みさせていただいてそして火曜日から。 あれハネムーンに行ってきましたい<ー>いいなー、ね、いやまさかねこういう日が来ると思いませんでしたけども、うん、あのですよあの僕はね8年前に地元から最後にその地元をああの後にした時ね、うん、僕は覚醒剤依存でね、うん、そして、えー、ボロボロで、うんうん、そしてねどこに行ったらいいかわからないもう。 おまあ野垂れ死にして終わりだろうみたいな、うん、でまあとりあえず今が何とかなればいいやみたいなですね、うん、そんな状態だったんですよ、うん、そしてまああるところから逃げてきましたけども,、うん、もうそして、えー、そんな状態でねもう二度とねこの地元に戻ることもないかなと思ったんですよ、うん、その時、うん、だけどねあの神様の祝福によって うん、まあ神様イエス様を信じてからね人生変えられてってさ、うん、地に足のついた生活するようになって、うん、で希望を持つようになってね、うん、で、まあ、結婚もしたいっていう希望があってね、うん、でずっとそれ持ち続けて神様が聞いてくださって、うん、結婚することもできたわけですよね。うん、そしてね結婚して真面目になってね、うん、まさかこんな変わった姿で。 この地元に戻れるなんて思ってもみなかったからねうれしくてうれしくてねでまたね地元帰ったら懐かしいわけですよ何年ぶりですか僕は8年ぶりだけどねその前からずっと地元離れてあっちふらふらこっちふらふらして8年前にちょこっと行っただけだったんでああじゃあだからねそう懐かしくてねそしてね地元の料理を食べたんですよはい。 この地元の料理がねまた懐かしくてね、うん、もう食べた時もう涙出そうになってね何食べたんですか地元の料理はえっとね、はい、鶏飯っていうのがありましてそれは何県のそれはねもう,うんとね鶏飯自体は群馬なんだけど、はい、僕が住んでた地元はね埼玉県の本庄っていってね、うん、もうほぼ群馬なんだよね、うん、群馬と接してるところなんでだからねそこがねすごく懐かしい。 あのものを食べました。地元帰っても大丈夫な方なんですね。大丈夫大丈夫じゃない人もいるじゃないですか。地元が大丈夫じゃないそうそうそう。いやねやすぎちめっちゃやりすぎちゃって悪いことしたってことですか。そうそう。僕は大阪の南に帰れないんです。ああでも大丈夫よ。神様信じたら帰れる。ま守られますね。守られる。はい。だからねそれでね一泊目はね。 僕羽田まで飛行機で行ってそこからレンタカー借りたんですよであのねえっと一泊目はね井上先生あ来たでしょ元ヤクザの眼鏡の歌も歌ってる方はいそうです井上先生のうちにお邪魔しまして新婚旅行なのにひとんちに泊まってそしてねおもてなしを受けましたけど井上先生ご夫妻はね 北海道出身なんでそしたらね北海道の海産物がねおうちにすっごいいっぱいあるんですよ。であのね分厚いホッケでしょ分厚い紅ジャケでしょそしてウニでしょ濃厚なでいくらでしょそれからスジコでしょそれからたらこでしょそれでねホタテでしょ。 そうやってねあとタコの刺身なんかタコの頭ですよまたそういうね珍しいのがいっぱいゴロゴロ出てきてへえいやすごかったですよでもそれって多分送ってもらわないと用意できないじゃないですかだからしんちゃんたちが来るってなって用意してくれたかもねはいんか用意してくれた気がしますねとってもねあったかいおもてなしを受けましていや本当にね ああいい人だなと思ってねでねそしたらねあの井上先生どん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 僕に出してくれるでしょ、はい、与えてくれるでしょでお土産とかも持たせるわけですよ<ー>そしたらねこうやって人にあげたりあげ,あげてあげてってやってると、はい、あもらえるんだってね与えれば与えられるっていうのが聖書の原則なんだよねでそれがねあの本当に井上先生があのこうやって与えてるから 与えられてみたいなのをね、うん、あの目でこう自分の目で見て,見て確認してきたんですよそれをあ本当にこの先生がこういうふうにやっててそ,のそれであの与えられてんだなって。井上先生だって別に 電動っていうかこの神様の話をしてあちこち回ってるだけで別に生活のために一生懸命働いたりとかじゃないわけですよ。だけどねこうやって与えて与えて神様の働き一生懸命やってたら生活は全部神様が面倒を見てくれるというそれをですね私はね目の当たりにしきましたよ。で「ルカの福音書」のね「六章三十八節」っていうところに「与えなさいそうすれば自分も与えられます」 人々は秤を良くして押し付け、ゆすり入れ溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を測る測りで自分も測り返してもらうからです。うん、雨雨このように書いてあるんですけど、うん、あ、本当にその通りなんだな。急にそうですね。うん、見てくることができました。うん。うん、ね。 はいということなんですけど、それからねあの群馬に行ってまあ古い友達に会いまして久々にねレゲエバーなんていうところに行きましたよレゲエバー久々に行ったよレゲエバーってちょっあ裏でねあるんですかね裏で裏であ健全だったよあそうなんですか健全な感じだったよまあ見た目がうん見た目がなんか怖そうですけどでもなんかねいい気さくな あの感じのいいお兄ちゃんがやってまして、うん、僕はまあそこでジュースを飲んで、うん、でまあ古い友達に会いましてうん、うん、でまあ彼はビール飲んでたけどね彼といろいろな話をして昔の話をして、うん、最近の話をして、うん、でまあ僕はこうやってこういうわけでイエス様と出会って人生変わりましたよという話をしてねまあ 久々にね昔の友達と会って楽しかったですそれからあのね伊香保温泉に泊まって伊香保温泉のお風呂にね温泉でゆっくりしてねあよかったですよそう温泉でゆっくりしてその次の日は長野に行ったわけですよで長野はね僕の奥さんがね昔ねスイスにこの訓練 訓訓練練ってクリスチャンの訓練があるわけですよもっといいクリスチャンになろうみたいな神様の働きをする、うん、人の役に立つクリスチャンになろうみたいな訓練があるんですよ。それを受けるためにねスイスまで行ったんですね彼女が。でそのスイスに行くのにはやっぱお金が必要じゃないですか、うん、でそのお金を稼ぐためにその長野に行ったんって。 あの大変お世話になった宣教師のの方がいるのでお礼を言いたいと言ってですね、うん、そしてお礼を言いに2人で行きましたそれでねお礼を言いに行ったんだけどまあ,あのもてなされてですねもてなされて <laughs> はいあーいやーよかったなと思ってそれで僕たちはあの 今結ル協会っていう糸満の協会にいますけど、うん、そこの協会が子供食堂やってるんです、うん、でその子ども食堂の話とか聞したら、うん、そしたら「ぜひ子どもたちに」って言って、うん、なんかねお金くれてね研、えー、で、あんな長野の片田舎でですよ、うん、あの働いててね働いてっていうか協会やってて生活も大変なんじゃないかなって思うんだけどね、うん、そんな中からね くれまして、いやーすごい先生だなと思って。イギリス人なんだけどね。遠く故郷イギリスを離れて日本人のために働いてる人がいるわけですよ。すごいですね。ね、ありがたいでしょ。感謝感謝ですね。感謝感謝ですよね。で、あの家族写真見たらさ、なんかすごいいいお家で、みんないい服着ててお嬢さんなんだよね。で、こんないい暮らしを捨てて。 こんな日本の堅い中で働いてるんだと思ったらいなと思ってさいや感激しましまたよ僕たちはねそれであの本格場あのイギリスのお紅茶と。 あのおケーキをいただきました。いいですね。美味しかった。これなんかすごくないですか。埼玉とか長野に行ってるはずなのに、北海道とかイギリス。本場の味を本場の味を堪能してきました。北海道堪能しますね。そうそうそう。はい。まあそんな感じでしたけど。あのねあのね本庄本場っていうね僕の地元埼玉県の本庄っていうところなんだけど、あのそこに行ったのはねあの僕小さい頃ね教会に行ったことあったわけ。 全然覚えてなかったんだけど<当>あのクリスチャンになってから思い出した<ー>であそういえば小さい頃教会行ったことあるなと思って、うん、でそれであそうだよなってその時にこの教会の人たち,俺,たち俺のこと祈ってくれたんだろうなと思ってでそのねあのお,お,お礼、うん、お礼を言おうと思ってね そこに行ったんですよ。はい。で、お礼を言いに行ったはずなんだけど、どれですとかね、なんかいろいろごちそうになって。はは、また。<laughs> また。<laughs> そればっかりやがって。そればっかりだけど。それでね、いろいろごちそうになって、もてなしを受けました。うん、もう本当にね、いい旅行でした。でも、その教会もね、あの、フードバンクとかね、うん、あの、ホームレスの人にご飯食べさせたりとかね、うんそういうことをしてる教会でした。いやー、 神様はそういうところに導くんだなと思ってつな、ね、がってますよね。ということで曲いってみましょう。次の曲、えー、次の曲はですねイエスキリスト。 親分はイエスいということで、えー、しんちゃんりょうたくんでお届けしております。親分はイエス様あとミクさんはい、はいはい、よろししお願いいますということでですねあのね、うん、新婚旅行ね、はい、さっき今ちらっと言いましたけどはい、はい、寒かったですよ最初、うん、初日に雨降ってて、うん、でこの,あのレンタカーがねあの暖房のなんていうんですかあのフロントガラスの曇り止めが壊れてたんですよ。うん 壊れてて、うん、壊れてて、うん、して、暖房つけたらね、どん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 曇っていくんですよ。<laughs> で曇っていって、もう雨降ってるしさ、余計曇るわけう 暖かくなるのはいいけどどんどん見えなくなるからそれは窓開けるわけで窓開けたら寒いんだよ。ブルブルブルって振るながら走っててそれであ参ったなこれから群馬とかね長野とかねどんどん寒い方向に行くのにこれどうすんだよと思ってそしたら神様やってくれますよ次の日からねすげえいい天気でで暖かい中に行くことができましてそれどっちが寒いですかね暖房をつけて 窓開けるのと暖房つけないで窓閉めるの暖房つけないで窓閉める方がまだ暖かいんじゃないかなえ暖房つけないで窓閉めるあそうなんですかの方が暖かいと思うわうんそうなんや寒かったもんだって開けたらねでもあのバーって下から出るから足は暖かいけどああ いいで雪もあったわ雪。<ー>うん、あそれでね、うん、天気が良かったんだけど、うん、最後の日ねうん、うん、最後の日もう帰りますって長野のホテルから、うん、この東京に羽田に向かって帰りますっていう時だけ,だけ、うん、雪が降ってきたわけよ。 ああいいですね最後に見れるってよくはないねええ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 えなええ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 かっこいいええっええ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 えまええ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 えのええ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 え あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え。私が乾いていたとき、私に飲ませ。私が旅人であったとき、私に宿を貸し。私が裸のとき、私に着るものを与え。私が病気をしたとき、私を見舞い。私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。と言ってちょっと飛ばして、すると王たち、王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも、 最も小さい者たちの一人にしたのは「私にしたのです」と言ってですねそういう神様この神様がね「私にしたのです」っていう言ってくれるから俺たちもややるるのにりががいあよねそうなんですよそうじゃなかったらさあんまり性格もよくないしそんなに喜んで人のために働こうなんていう気持ちは起こらないわけですだけど 神様がここに言ってくれるんだから、うん、やりたいな、うん、みたいな<う>神様のためだったら頑張れるみたいな<う>俺頑張るもんみたいな、ねうん、感じになるわけですよね。 今日あれですよ。あのまあ先言ってみたいに神様を貯めてなかったら来てなかったですよここに。そうだよね。絶対来てなかったです。よ面倒くさくて、どう仕事あるし、ちょっと休もうとか思って。神様神様伝えたいからみんなにイエス様の愛を伝えたいってその思いで。その思いで。頑張って頑張ってきました。はい。ありがとうございました。やっぱりその感謝を言ってもらったらこっちもやりがいが出るんですね。 あ、そうですよね。本当にそうです。うんうんうん。そうそうそう。じゃあ言わなきゃいけないことですね。自分も。あ、そうそうそう。アミクさんいつもありがとう。いつも本当にありがとうございます。素敵な笑顔感謝します。感謝します。本当にね。そうだよね。だって人間もあの、人間にもっていうかあのなんていうのいや神様が今これありがとうやってくれてサンキューみたいな言ってくれるから嬉しいけど人間もだって人間どうしても言われたら嬉しいもん。嬉しいです。 なんか僕も深夜さんに、ね、今日言ってもらった時、言ってくたじゃないですか。あ、ありがとうって、考え直して、電話して。てあの時、嬉しかったです。すっごい。あ、すっごい嬉しかったんですよ。あ、本当ですか。本当に。あのね、今日ね、良太に電話したんですよ。あラジオ行くぞみたいな。電話したら、いや、ちょっと待ってください。今日はちょっとみたいなこと言ったわけですよ。良太が。はい。あ、そうかって、大変だからいいよ、みたいな感じになったわけです。そしたらね。 しばらく経ったらね電話かかってきて「やっぱり行きます」「頑張ります」みたいな電話かかってきたんですよ。で俺はねこれを聞いた時ね聖書の中にねあるねお兄ちゃんがねんかこれやってくれみたいなことを頼まれて「分かりましたやりますよ」って言ったけどやらなかった。ややりますっっって言たたけどらなか弟はね いややだよやらないよって言ったけど後から考え直してやったんよどっちが神様に喜ばれますかっていうそういうところがあるんですよ俺はそこをね思い出して神様喜んでるよ亮太のことって言ったんですよじゃあ亮太もそこを思い出してやっぱりやりましたそう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 だからちょうど同じ箇所聖書箇所でね一致したんですよだからねあっ 神様のこの言葉って生きてるなって思ってんですよ。なんか日常に入ってきますね。そう、そうですよ。日常にいつも入ってきます。例えばね、あのね、あのお金を持ってる時にね、これを例えば自信があった時とかさ、じゃあこれ、あ、今こんだけ持ってるから、こんだけあのこの困ってる人にあげようとかさ、思うじゃないですか。で後からね、待てよってあれも必要だったな、これも必要だったなって思う時あるんですよ。 で、そういう時にね聖なる捧げ物をするって決めておきながら後でそれを考え直すやつはああんかあげようって思うけどでもやっぱり自分がこれだからやめようっていうのが罠そういうふうにそういうふうに考え直す人はもうすでに罠にかかっってて。ますよもうそういう人はね「あ罠にかかってる」っていう言い方ちょっと難しいかもしれないけどまあ そういうのは、そういうことはあんまりよくないよみたいな。まあ、双心ですね。双心だって、だって信じてないですもん、神様。ねやってるけど、やってるけどね。信じてたらやるもんな。そう。双心の心で持ってるってことになるんですよね。そうかもね。いや信じてないですよ。見言葉だって神様が全部用意してくれてるって。うん。 書いてるのに言ってくれてるのにあ心配しちゃうからね自分が疑ってるってことになるんですかねだからねなんかねそんな風にそういうのを思い出すんですよケチケチケチしようとするとそういうことを思い出してケチるなよみたいなあそっかわかりましたみたいな感じになったりとかしてはい、日常に入ってきますよあのあの聖書の言葉はね日常に入ってくるです あのね、新明紀30章14節っていうところに「うん、誠に御ことはあなたのごく身近にありあなたの口にありあなたの心にあってあなたはこれを行うことができる」って書いてある、うん、で聖書ってさすぐどこでも売ってるじゃないですか、うん、まあどこでもは売ってないけどカおトン思えば買えあるでしょ、はいね、今インターネットもあるし、うん、で買ってで聖書を読んでもう本当に近くにある で読むことできるじゃないですかみんな字知ってるしで難しいこと書いてないですよね空腹の人に食べさせなさいとかさそんな難しくないじゃんだってほらなんか「世界食料なんとか」みたいな100円入れたりとかさ心臓移植のあれにさ100円入れたりとかそんなん誰でもできるんじゃないですかね だから難しいこと書いてないよっていうことだよね、うん、あだから、うん、あいいなって聖書聖書の言葉がねこの自分の生活の中で働くようになっていくと、うん、どん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 この人生が良くなっていくんですよ。うんまあ、特にね自分なんかもう本当にろくでもない生き方してきたから、うん、それがもうはっきり分かりやすいんだけどでもだからって僕みたいな生き方してなくても。 ほらなんか自分に価値を感じなかったとかさなんかねいろいろあるじゃないですかそれぞれの悩み問題がそういうとこからねどん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 聖書は解放してくれるそうですすよね本当にそうでこの問題は解決できるけどこの問題は解決できないみたいなそういうのないですよねないすね全部解決してくれるのが聖書だからすごいなっておうわけですよ。はい というこあのねえっとねお知らせをしないといけないですねお知らせあのジョン・ラミレスというですね、うん、天道師がアメリカからやってまいります、うんうん、えそして4月5日から9日4月5日水曜日から9日日曜日まで湯ガ風協会沖縄市住吉にあります湯ガ風協会で、えー、ジョン・ラミレス氏の 集会が行われまあこの人はどういう人かというとですねあのブーズー教ってあるでしょ呪いをかける「みたいな「お前をろ人形にしてやる」みたいなあのあのブーゥー教のね司祭だったんですよ。そのあの呪いの悪魔宗教の偉い人だったわけ。そのの人があ ああこれが本当の神様かって言ってねイエス様に出会ってねキラキラキラって輝く人生に入ってきたわけですよそして本当にねこの昔のドロドロした「お前を呪い殺してやる」みたいなそういうところからねほんまにこうしますからねほんまに YouTube のジョン・ダミですの見ましたああほんまに殺してる あのほんまに呪いで殺したりしてるんですよ、うん、だからそれでお金出てるんですよだからあの人を殺してくださいって何十万円でそうそうそういう受け負い,ういう受け負いが呪いの受け負いみたいなやってた人で、うん、その人がね、うん、あの悪魔はどうやって人を不幸にするのかみたいな、うん、そういうことをばらしちゃう っていう、大丈夫なんですか、この人狙われないんですか。狙われますよね。危ないですよね。でも、もうイエス様がついてるから、大丈夫。ああ、守られてるんですね。最初の一ヶ月はすっごいもう、寝あままくった攻撃、悪魔から。でも、全部助けられたんですよ。すごい。あの、ユーチューブでぜひ見てください。 ジジョョン・ン・ララミミレレススねこの,あのジョン・ラミレスが来て、はいえー、ジョン・ラミレス氏が来てですね、うん、ユガ風教会で、えー、初来日ですよ初来日初来置き4月5日から9日までですねそういうあのセミナー,ーと集会をですねやります。そうやってですね、まあ、悪魔の策略をですね戦略をですねばレ、うん、しちゃうぞ。 大会みたいな、うん、そういうのがありますから、<laughs> はい、はい、ぜひね来てほしいと思います。それでえー、っとねこれねあの、うん、えっとクリスチャンというかこのボクシーとかね、うんえー、宣教師とか伝道師とかそういう人に向けたセミナーもありますのでユガフー教会まで、えー、お問い合わせください。あと一般の方誰でもお来れます。他の集会には誰でも来れます。えー、水曜日五日水曜日ん、えー、は十九、えー、時 6日木曜日、19時8日土曜日も19時、うん、あ13時、19時ですね、えー、と午後の1時と7時と2回土曜日あります、うんえー、そして日曜日は、えー、17時午後5時からですね、うんはい、入場は無料です湯が風協会で行われますので、はい、来てください、はい、これって日本語ですか、はい、えっ、ー、とね あの通訳が、通訳の方、が、英語だったよね。英語聞かないけどみたいな。そうそうそう。あのね通訳がつきますので大丈夫ですよ。はい。だからね僕も期待してますけど、そうなんですよ。だってねあのねあのこの世の中にはさ悪い例といい例がいるわけですよ。そして大体において。 悪い例にやられてるわけですよやられちゃってるんだよ。やられちゃってるけど気づかない。で気づかないであのどんどん不幸になっていくとかね。不幸になってんだけど不幸になってるのに気づかないとかね。それが一番厄介。やられちゃったらどうなるんですか？やられちゃったらやだからやられちゃったら不幸になっていくわけです。不幸になっていくわけですだってあのさ結局最終的に 天国と地獄があるでしょどっちかって言ったら天国行きたいじゃないですかねだからもう悪魔をこっち来んなみたいなだった方がいいじゃないですかもう悪魔と一緒に地獄に行かないで私はイエス様と一緒に天国に行くわって言って天国行った方がいいじゃないですかねその方がいいですよっていうことですよそれで本当に沖縄はねユタとかさなんかそういう先祖礼拝とかでほら あ拝みなさいはい何万円みたいなそういうので苦しんでる人いっぱいいるわけですよほんでもう家一軒建てるほどお金使っちゃったとかねそういう人もいるわけですよ実際沖縄多いんですねだからね本当にねそういう霊的なことで困ってる人もねぜひ連絡くださいこの湯ガ風協会また親分鋭スタムでもいいですよ一応連絡先をお教えしておきますねお問い合わせは090 西、えー、はいお問い合わせお願いします。はいはい、ということですけれども、うん、えっとね今日はね新婚旅行の話と、うん。 ホタテの話と <laughs> ホタテの話 <laughs> コミじゃないんですねホタテは新婚旅行コミじゃなくて <laughs> メインなんですねメインのホタテがホタテとにかくすごい美味して、ね、いでもすごい美味しいと思います <laughs> 美味しかったんですっお腹すいてきたな <laughs> いやいやいやまあほんとね、はい、あのお腹かすいたらねあのホタテ食べたい人は是非井上先生に連絡取ってください <laughs>、はい、ほんとおいしいホタテ持ってますから。<laughs> <ー> <laughs> はい、ということでしたけども、はい、あのあれだよねなんかそんな風に人に良くして良、うん、くしていくのは実は神様に良くしてるんだというイエス様が。 いるという話でしたよね日常を見られてるんですねきっとそそうう日常ねずっと一緒にいてあのね他のね聖書の歌手でねあの天使にしたんだっていうところもあるんですよあなたが知らないで天使用のもてなしたっていう例えば汚い格好した人が来てはいじゃあ水どうぞってあげるでしょそれあなた知らないでやったけどそれ天使にしたんだよみたいな ああ、でもなんか、童話でもありますよね。なんか、鶴の恩返しみたいな。ああ、あな、何でしたっけなんか、すごい、動物を。うん 助けたはずなのに実は綺麗な女の人だったとかありますよねたくさん上手いですよねそうそうそうそんなですよそんな感じなんですねでね前ね施設にねうんこ漏らしたりそういうこと聞かなってもうひどいのがいたんですよもうそれがねでももしかしたら天使かもしれないしなって言ったんですよって言ったらね天使はうんこ漏らさないだろうねなんかイメージ崩れちゃいますね <laughs> はいはい、まあそんな感じですけども <laughs> あのですね、まあ、聖書にこう書いてありますけど、まあ、クリスチャンであってもクリスチャンでなくてもね、うん、あのみんながこんな風にいいことしてったらあの世界は平和になりますよね。あねまあ、ぜひですね皆さんも聖書をね、うん、読んでみてほしいなと思います聖書、うん、いいこといっぱい書いてありますからね、うんはい、ぜひ聖書をご覧ください、はいはい、あっという間のエンディングとなってしまいましたけれどもラジオをお聴きの皆さん 今、苦しい思いをしている人、問題を抱えている人はいませんかその人はぜひ、教会に来てください。教会はあなたを歓迎します。そして、何でもできる神様、力ある神様、生きておられる神様、イエス・キリストがあなたの問題をすべて解決してくださいます。なぜなら、あなたはイエス様から愛されているからです。はい、えー。私たちも、とってもですね、苦しい思いをして生きてきましたよね。うんはい 生きてきました。けれども、ね、イエス様と出会って聖書と出会ってね。人生が変わりましたよね。いつも喜んでいます。雨雨、うん、絶えずに祈っています。雨全てのことについて感謝しています。雨雨うん、そういう。 聖書の言葉あるんですよね、うんえー。本当にね、聖書の言葉に励まされて、ここまで歩んでくることができました。うん、今日、私たちがこうして、皆さんの前でお話しできるのも、神様のおかげです。ありがとうございます。ということでですね、皆さんも、ぜひですね、うんえー、イエス様と出会ってください、うんえー。あなたもきっと変えられるはずです。お アメン,アメンということですけれどもあの聖書が欲しいという方もですねぜひ番組宛てに、うんえー、ご住所の名前を記載して聖書頂戴とメッセージを送っていただきたいなと思います、うん、はいそれからユーストリームでも配信していますし、うん、YouTube にもアップされています、うん、FM 小ザ、えー、親分はイエス様と検索していただければ、うん、あー YouTube でも見ることができますのでそちらもご覧ください、はいえー、それから4月5日からら月日日まで までの、えー、これは1234日間湯河、えー、風協会沖縄市住吉1-7-35湯河風協会にてジョン・ラミレス氏、えー、元悪魔の 祭祀、えー、司祭でありました、ジョン・ラミレス氏の集会があります。拝み、うんえー、とかね、そういう問題で困っている人もぜひ来てほしいなと思います。うん、はい、えー。お問い合わせは090-3794-6043。090-3794-6043。西目牧島で、えー、お問い合わせください。うん、はい。 とということで、はい、今日もあっという間の1時間でしたけれども皆さん最後までのお付き合いありがとうございました,ま,したまた来週お会いしましょう親分はイエス様